ティアゴ・モッタは、ブラジル・サンパウロ・シュー・サン・ベルナルド・ド・カンポ出身の、元サッカー選手、現サッカー指導者。元ブラジル代表及び元イタリア代表。現役時代のポジションは MF。現在は、スペツヤ・カルチョの監督を務めている。バルセロナ・ブラジルで生まれ育ち、地元の CA ・ジュベントスでプレーしていたが、17歳の時に、スペインの FC ・バルセロナと契約。 同チームのカンテラで育成される。2001から02シーズンの途中より、トップチームに昇格。中盤の左サイドで起用され、UEFA チャンピオンズリーグでもプレーした。翌2002から03シーズンは、リーグ戦で21試合に出場し3ゴールを決める、活躍を見せ、最優秀新人選手に選ばれた。しかし、バルセロナ在籍時は度重なる怪我に悩まされ、 特に2004年9月11日のセビージャ戦で追った、左十字人体の断裂は7ヶ月のリハビリ期間を要した。2005年4月17日にヘタフェ戦でデコに代わって途中出場し、歓声と拍手で迎えられた。アトレティコマドリード2007から08シーズンの開幕戦ではチームが多くの怪我人を抱えていたのにもかかわらず、ベンチ外になり、 フランクライカールト監督の構想から外れたため、2007年8月31日に移籍金200万ユーロでアトレティコ・マドリードに移籍した。しかし、ここでも膝の怪我に悩まされ、わずか1年で退団。アメリカで怪我の治療を行う一方で、イングランドのポーツマス FC のトライアルにも参加するが、どのチームにも所属しないまま2008から09シーズンの開幕を迎えた。 ジェノア2008年9月14日、イタリアに渡ったモッタは、ジェノア CFC と1年契約を結んだ。この新天地において、周囲の期待を上回る、見事なパフォーマンスを披露し、ジャンピエロがスペリーに監督の攻撃的サッカーを支える司令塔として講師に活躍。チームの5位躍進、UEFA カップ出場権獲得に貢献した。インテル2009年7月1日。 インテルナツヨナールミラノ演説。2日前に移籍を決めていたジェノア時代のチームメイトで、アルディエゴ・ミリートとは再びチームメイトになった。2009から10シーズンは開幕戦から出場し、第2節の AC ミランとのミラノダービーでは、先制点を決めて、チームの勝利に貢献した。フルス・バルセロナとの対戦となった UEFA チャンピオンズリーグの準決勝、第2戦では、 セルフィオブスケツの顔面に手を当てたとして、退場処分を受けた。この結果、決勝戦も出場停止となり、インテルが45年ぶりの優勝を決めた試合を、ピッチの外から見守ることとなった。2010から11シーズンは怪我で出遅れるも、11月に、復帰してからは、好調を見せ、復帰後7試合で4得点を挙げた。パリ・サンジェルマン2012年1月31日。 インテル時代の恩師レオナルドが GM を務めるフランスのパリ・サンジェルマン f c へ1 0 0 0万ユーロで移籍。契約は1年半。背番号は28番だが2013から14シーズンからインテル時代につけた8番に変わった。2018年5月8日、2017から18シーズン終了後に現役を引退することを発表した。代表としては u -23 ブラジル代表として2003、コンカカーフゴールドカップに出場した経験があるが、持った本人はイタリア代表としてプレーすることを希望していた。祖父がベネト州ロビーゴ出身の移民でイタリア国籍も有しているためである。2011年2月9日、ユーロ2012目前の調整試合であるドイツとの国際親善試合に、 イタリア代表として初招集され、先発出場しイタリア代表デビューを果たした。2試合目の出場となった同年3月25日のユーロ2012予選、スロベニア戦で決勝点となる代表初得点を記録し、喜びと共に自身を受け入れてくれた、チェーザレ・プランデッリ監督とチームメイトへ感謝を告げた。ユーロ2012本大会のメンバーにも選出され、 準決勝のドイツ戦に出場、決勝のスペイン戦でも途中出場したが、出場からわずか3分で、負傷のためピッチを後にした、交代カードを使い果たしていたチームは10人での、プレーを強いられ、0から4と敗れた。2014FIFA ワールドカップのメンバーに選出され、イングランド戦に出場。ユーロ2016では10番を背負った。スペイン戦の累積警告で、 ドイツ戦には出場できなかった。2018年5月にパリ・サンジェルマン FC で現役を終えると7月18日に同クラブの U-19 の監督を務めることが発表された。2019年10月22日、現役時代にもプレーしたセリエ A のジェノア CFC の監督にアウレリオ・アンドレア・ツオリの公認として就任することが発表された。 しかし成績を立て直すことはできず、約2ヶ月後の12月28日に新監督として、ダビデ・ニコラーが迎えられることが発表され、自身は解任となった。2021年7月8日、アクフ・フィオレンティーナに引き抜かれたヴィンチェンツォ・イタリアーノの後任として、セリエ A2 年目のスペツヤ・カルチョの監督に就任することが、クラブから発表された。 国際 A マッチ2試合で得点国際 A マッチ30試合1得点。ありがとうございます。